はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトをやっていきましょう。本日より新しい闘技大会が始まっております。まずちょっと見ておきましょうかね。第101回闘技強化、闘技強化じゃない、大技強化だね。ステージ効果 HP プラス 30%、 全ダメージ 30% 軽減、大技威力ですね、プラス 20%、 ウェイト240となっております。なので私のパーティーはこちらですね、フェニックス、それからモーグリですねを採用しております。先週チョコボを採用して、今週モーグリがちょっといいかなと思っています。で、大義は何なのって言ったらフェニックス。本当はね、オメガ使いたかったんですが、いやー上がらなかった。100じゃどうしようもないでしょ100じゃレベル100までは行くんだけど、しょうがないよねそこじゃね。まあ、試しにね、使ってみたいのは使ってみたいけどね。いやだから考えた方がいいっすよ。これさあ、ガビーンっていけんのかな。あ、こっちで、ま、負けねえじゃんこれね。でモーグルでなんかやるっていう感じで、デインかあの子はね。よし、じゃあこんな感じでいってみようかな。はい、モーグリはホーリー届くんです。これね、すごい優秀なんだよね。で、ここで回るよ。あ、全然勝てえ。やべ、こっちじゃなかった。出てきちゃうし、こっちはこっちで。こっちはこっちで出てきちゃうしな。ファイヤープレス。よろしくないね。せっかくモーグリの出だしでよかったんだけどな。これこれこれ、3マスよいしょ、先か剣戦かなんかかな。素晴らしい。で、モーグリには焼けつく息じゃなくてラリホかな、覚えさせてますね。で、フェニックスには焼けつく息が覚えさせております。まあ落とせないときは状態異常をぶっぱしていこうという感じでしょうか。あと使いたいキャラクターもまだいるんですよね。イフリートとか、あとあの女性のやつ、いるよね。びっくりした、いないかと思っちゃった。シバか、シバね、なんかも使いたいんですが、案の定レベルが上がってないというところですかね。はい、対戦よろしくお願いします。運営パーティーですね。メラか、メラ通らなそうだな、どっちにしろこれ。あ、だからあれか、フレアがあるんだ。ダメな場合はフレア、ここでいいじゃん。うん、まあまあまあこれでいいかな。じゃあホーリー誰にする、ここにする。じゃあいたかろう、グルリンチョ、ナイス。よいしょ、上回るかな。ナイス。あー、ちょっと待って、ダメか。まあ最初のうちはね、使い勝手がちょっとわからないので。動きがちぐはぐなのはご容赦ください。もう体勢が何かもちょっとわかってないからね、モーグリ。あ、ギラヒャドだったかなが大弱点だっ
った気がする。だから結構闘技場においてはいいかななんて思っちゃったんでね。もうイオデインとかそういうのが弱点だとメラカーとなかなか現環境では厳しいですよね。さっきうまくいかなかったら今度うまくいこう今度うまくいこう。このままでいいんじゃないね。はい、じゃあこんな感じで。あー、本当は落とせたのかこっち。さっきねちゃんと言っとけば。惜しい、勇者。だ耐技力だから今週このクイーンスライムとか来るかもね。でちゃんと整ってる人はオメガ、あとはゼシカか、水着。あの辺がやっぱ脅威かなもしれないですね。ではこのパーティーでランクマッチにも潜ってみたいと思います。はい、というわけで1日目は終わりました。3勝0敗となっております。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。